はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ボンゴ編。この動画では、ボンゴを座って演奏するときのフォームについて解説していきます。はい、僕の個人的な意見としては、ボンゴはスタンドにつけて演奏する方がおすすめです。なぜなら、体に余計なストレスなく演奏ができるっていうのと、楽器の振動をあまり止めないので、楽器が良くなりやすいですね、スタンドの方が。ただ、ラテン系の音楽をやっている方とか、もちろん椅子に座って、演奏したいという方いらっしゃると思いますので、今回はそういった座りたい派の皆様に向けての情報になります。はい、で、究極的には叩きやすければもうどんなフォームでもいいとは思うんですけれども、ボンゴ意外と重いので、これを足に挟んで長時間演奏するってなると結構体に負担かかります。で、これをミスると腰とか足とか痛めかねないので、そういったリスクを避けるためにも正しいフォームっていうのをですね、ぜひ確認してほしいなと思います。はい、では早速ですが構えてみたいと思います。まあ、体格個人差あるとは思うんですけれども、一応僕の場合はこんな感じです。横から見るとこんな感じですね。はい、ではフォームの確認やっていきたいと思います。大前提として、こう、足に挟んで、ボンゴを演奏するときも、コンガのようにですね、この、打面っていうのは、真上を、なるべく、向くようにしたいんですね。こう、真横に、ならないように注意してください。はい。で、典型的な良くないフォームっていうのが、こんな感じです。これのどこがダメかというと、まず支える足ですね。足が、両側から、力を入れて挟み込まないと、こう、ずるっとボンゴが落ちてしまう。安定させるためにずっとここに力を張ってないといけないので、かなりストレスがかかります。で、打面がですね、まあ、ほぼ真横を向いちゃってるので、これを叩こうと思うと、必然的にこう腕をですね、前に出さないといけないので、体が丸まってしまう。で、これも腰を痛めるリスクになってしまいますので、第一に、まあ、打面がなるべくこう、上を向くようにしたいっていうのと、支える足ですね。この足が、ま、極力力を使わずにストレスなくボンゴを支えられた方がいいんですね。はい、まずは座り方から確認してみましょう。ドラムスローンのような椅子に、普通に座りまして、こう座った時にですね、骨盤がこう、寝てしまわないように注意します。正しく骨盤を起こしてあげて、まあ、すみません。あまり見えてないんですけれども、今、背筋がまっすぐな状態です。で、自分の体の重心が椅子の重心に正しく乗っている状態を作ります。で、強いて言うと、この椅子の足もですね、楽器を構えると若干前にウェイトが乗りますので、足も前に向いているとバランスが良いでしょう。はい、で、右足と左足のかかとをくっつけて、こう、足がまっすぐな状態から、まあ、ボンゴを挟むために気持ち開きます。で、この足を置く位置なんですけれども、目安としては、この自分の骨盤の位置から、だいたいですね、この地面との角度が45度くらいが目安です。足が長い人は、もう少しこう遠くにやって、この角度を浅くしても OK です。この角度が浅ければ浅いほど、ボンゴを挟んだ時に、ボンゴの打面が上を向いてくれます。逆に、こう、足の位置がですね、椅子に近くなってしまうと、この角度がすごい急になってしまうので、ボンゴの打面が横を向いてしまいますね。なんで、まあ、標準的な体型の方なら、目安としてはだいたい自分のこの骨盤の位置から、接地している足の位置がだいたい45度ぐらいがいいのではないかと思います。はい。では、足を開いた状態で、この中でボンゴをホールドするわけなんですけれども、このボンゴが足に当たる位置ですね。まず、この低い方の側面が、右足のふくらはぎの上の方に当たります。で、この高い方の側面が、左足の太ももの下の方に当たります。実際にやってみると、はい、こういう感じですね。
はい。一応上から見るとこんな感じです。自分の視点から見て、この座面がしっかりと見えている状態が理想です。つまりこのボンゴが水平ではなくて、ちょっとこう斜めになってるんですね。で、かつ上向きなので、まあこんな感じです。立体的に見ると。で、このように気持ち斜めにすることによって、このラグですね。ラグが、こう、足に挟んで当たって痛いっていうことがなくなります。こう若干この足の傾きとずれているので、この下のリムは、このちょうど関節の曲がっているところに入りますし、上のリムはここのももに触れてるんですけれども、まあ食い込むほどではない。で、低い方も、もうここにしか足が触れていないので、このリムは避けています。で、斜めにすると言っても、たまにまあこういう風な方もいるんですけれども、ここまで行くとちょっとやりすぎで、この低い方がですね、自分から遠くなってしまうんですね、叩くときに。そうすると、まあどうしてもこう上体を倒さなくてはいけないので、極力この状態がですね、ずっとまっすぐな状態、動かなくていい状態をキープしたいので、まあ、なるべく自分の体に近づけつつ、気持ち傾ける。で、こう、叩いた時に、一切この状態がブレない状態にしたいんですね。はい、いかがでしょうか？できてますでしょうか？ちょうどこのですね、足の傾きと、このボンゴが、ぴったりはまると、もう、この足で挟み込む力っていうのは必要ありません。今すごい楽な状態です、足は。で、まあ、軽くこう、かかとはついている状態で、もうしっかりとですね、この、ひし形というか、このダイヤモンドの足の形に、ボンゴがカポッとはまっているような感じです。で、まあ、力入れてないんですけども、ほとんど楽器はブレないと。はい、で、ボンゴを無事足で挟むことができましたら、今度はですね、このボンゴの座面をどれぐらいの高さにするのかですね。足に対してどれぐらいの深さで構えるかっていうところなんですけれども、一応トラディショナルなキューバのスタイルだと、この太ももに対して座面がちょっと低い状態で構えることが多いです。つまりこう、両方の太ももの肉の方がこの座面よりですね、少し盛り上がっている状態というか、足に対してちょっとボンゴが埋まっているような見た目になります。はい。で、このももより座面の方が低くなって沈んでいる状態だと、こう、叩くときに手にももが当たって叩きづらいじゃないかと思うかもしれないんですけれども、これキューバのスタイルだと逆にここも利用するんですね。どういうことかというと、こう、手をムチのようにしならせて、手のひらをももに当てて、こう、弾く衝撃でこの指のスピードを与えて、このように、ももを利用して、左手で強烈なアクセントを叩くっていう奏法なんですね。で、低い方も同様に、ここのももを利用して、こう強力に叩くこともできますし、ここ、かわして、叩くことも可能なので、まあ、使い分けることができます。はい、で、最後にこの、かかとを浮かせるかどうかっていう問題なんですけれども、今僕これ浮かせてるんですけども、これを浮かせない状態、地面につけると、まあこういう感じになるんですね。で、座面がちょっと横を向いてしまうと。で、これ椅子がもっと低いか、僕の足が長ければですね、こう、浮かさなくてもいい傾きになると思うんですけれども、まあ残念ながらちょっとですね、長さが足りないので、僕の場合はこう、かかとをぐっと上げることによって座面を持ち上げています。で、このかかとを浮かせるのが辛いという場合は、やっぱり椅子の方をですね、低いものを選んで、こう、ボンゴがいい傾きになるように、してあげるといいんじゃないかと思います。で、足の長さによっては、このかかと同士っていうのはつけなくても大丈夫です。このかかとをつけるっていうのは説明のための、あくまでの目安なので、自然にですね、足をこうリラックスした状態で開いて、ボンゴが力まずに安定できるようであれば、それでも全然大丈夫です。はい、ポイントをおさらいすると、やっぱり座面がなるべくこう上を向いてあげる。
状態を作ってあげるっていうことと、ボンゴが自分の体から遠くなってしまうと、どうしても上体を倒して手を近づけてあげる必要がありますので、なるべく自分の体に寄せて、この上体がですね、まっすぐ安定した状態で手を自由に動かせるっていう距離感にしてください。はい、というわけでボンゴ座って演奏するときのフォームの解説でした。今回の内容というのはあくまで怪我をしにくい、体に負担がかかりにくいという観点なので、これを一つの参考にしつつ、最終的にはご自身でですね、一番叩きやすいフォームっていうのを決めていただければいいなと思います。プロのプレイヤーがどういうフォームで叩いているのかっていうのを YouTube とかでいろいろ見ていただきたいんですけれども、海外のプレイヤーの場合、もう体型的にですね、明らかにこの日本人とは手足の長さが違くて、あんまり参考にならないっていう場合もありますので、見るときのポイントとしては、自分となるべく体型が近いプレイヤーがどういうフォームをしているのかっていうのを見ると参考にしやすいと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに興味がある方のための有益情報やレッスンなどを配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また興味がありそうな方が周りにいましたらですね、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。 Thank you.